平山真、平山真、平山と、慶応三年九月九日、1867年10月6日、昭和20年、1945年6月2日は、日本の男性天文学者。名前の真は、真と読まれることもある。幕神の子として、江戸、元、東京都に生まれた。寺を樹に指示した。太陽の理論的な研究、日食観測、 小惑星の観測や発見及び軌道決定、天体物理学及び構成天文学、測地学に多大な業績を残したので、その業績を記念して月の裏側のクレーターに平山と名付けられた。平山は、神と同性の天文学者、平山誠二、天体力学、古語読みの研究及び小惑星の族の発見で、有名の二人の名前に由来しているが、 神と、清次の間には、血縁、隕石関係はない。平山神の弟子には、萩原雄介がいる。平山神は、愛夫人との間に三男四女を設けたが、四人の、娘の嫁ぎ先を通じて、坪井や、学者一族、三つくりや、日本最大の学者一族、正田や、日清成分のオーナー一族、佐竹や、旧で和国秋北藩主一、岩崎や、 三菱財閥の創業者一族、三井家、三井財閥の創業者一族、川上や東京電気保全の社長を輩出した一族、中曽根や政治家一族らと隕石関係で結ばれており、小田家を通じて皇室にもつながっている。また、次男で建築家の笠の妻の実家、原家を通じて、平掛やサントリーのオーナー一族である鳥池や、佐治屋、及び、 辰馬本家酒造のオーナー一族、辰馬家の系類にもなっている。真の長女、百合は、地質学者、鉱物学者で元東大教授の坪井い聖太郎に、嫁いだ。聖太郎の父、坪井正五郎は、人類学者で元東大教授、理学博士でもある。聖太郎の母、すなわち、正五郎の妻、直子は、蘭学者、三つくり平の長女である。周平は、 三つくり玄保の婿養子であり、従って、坪井聖太郎の母、直子は、玄保の孫娘にあたる。ゆえに、ゆりの突入先、坪井家を通じて、平山家と三つくり家はつながっており、平山真の長女は、三つくり玄保の彦と結婚したと言える。平山真の師匠にあたる寺尾寺も、石川家を通じて、三つくり家と縁続きになるで、寺尾平山の子弟はともに、三つくり家と、 隕石関係で結ばれていると言える。坪井聖太郎、百合夫妻は、長男、正道物理科学者、長女、信子次男、直道の二男一女を設け、信子は、小寺家手と結婚した。真の次女、民は、数学者の正田健次郎に嫁いだ。健次郎は、日清製粉、現、日清製粉グループ本社の創業者、正田定一郎の次男である。 定一郎の三男、すなわち、賢次郎の弟、秀三郎が、父の後を継いで、日清政粉の社長になった。正太秀三郎の長女が、皇后道子なので、平山真の次女は、皇后のおじと結婚したと言える。民の突ぎ先、正太家を通じて、平山家は、皇室と繋がっているのである。経済法学者の田明は、健次郎、民夫妻の長男なので、 平山真の孫にあたる。真の三女、厚氏は、元東洋製作所社長の佐竹義俊氏に嫁いだ。義俊氏は、佐竹東や、佐竹氏の文家、佐竹義順男尺の長男であり、義順の次女、すなわち、義俊氏の妹、美佐子は、元三菱防止会社副社長、岩崎彦屋に嫁いでいる。彦屋田は、三菱財閥三代目、総帥。 岩崎久也の長男なので、三菱の創業者、岩崎弥太郎は、彦弥太の祖父にあたる、久也は、弥太郎の長男。したがって、厚氏の嫁ぎ先、佐竹家を通じて、平山家と岩崎家はつながっており、平山真の三女は、岩崎弥太郎の着孫の義兄と結婚したと言える。佐竹義俊、厚夫妻は二女を設け、長女、時子は、斉藤俊一と、次女、 のりこは、小沢みのると結婚した。佐竹義人氏の姉、高子は、泉公直に嫁いだが、泉は、三井十一家の一つ、伊沢五家の七代目、当主、三井高広次男である。ゆえに、佐竹家を通じて三菱と三井という二、大企業集団の創業家が、血縁になったことになり、平山信は、佐竹家を通じて、日本の二大財閥の創業者一族と、 隕石関係で結ばれていると言える。平山新聞家の萩原雄介も、深谷、萩原夫人の実家、小坂や新州の地方財閥を通じて、三井十一家の一つ、本村長家と縁続きになるので、平山、萩原の指定は共に、三井家と隕石関係で結ばれていると言える。新の四女、知恵は、日本国有鉄道上無理事、 日本伝説工業社長、東京電気保全社長等を歴任した、河上俊一にに嫁いだ。俊一、知恵夫妻の子、清は、中曽根康弘の命、講子と結婚している、講子の父、吉郎は、康弘の二位。このことから、知恵の突入先、河上家を通じて、平山家と中曽根家はつながっており、平山真の孫は、中曽根康弘の命と結婚したと言える。 真の長男、広氏は、元台湾銀行勤務。妻、節朝浅比奈正英の長女との間に、長女、幸子がいる。真の次男、笠は建築家で、元東京大学工学部教授。妻、ふみ子、原生館の長女との間に、長男、あきら、次男、厚志、三男、たち、長女、和子の三男一女を設けたが、ふみ子のおばで、原生館の妹、 数が高学者、平賀譲るにとっついでいる。平賀譲ずる、夫妻の長女が、辰馬本家酒造の辰馬俊夫に、三女が、サントリーの社長、会長を歴任した、佐治慶造にとっついだため、平山家は、原屋、平賀家を通じて、辰馬屋及び、佐治家と、さらに、佐治家を通じて、鳥居家と、隕石関係で結ばれたと言える。笠次男、平山厚は、祖父。 真と同じく天文学者で国立天文大名誉教授。真の三男。剣は理学士。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。